アントニオ・ルナはフィリピン色カノ族の軍人、薬剤師。フィリピン初の軍事学校を創設し、米非戦争ではフィリピン第一共和国の最も優れた将校と見られている。フィリピン革命軍の指揮官、アルテミオ・リカルテを引き継ぎ、ゲリラ軍ルナ狙撃隊を組織した。また、マニラ北部に建設したルナ防衛線は戦時中にアメリカ軍に苦戦を強いた。アントニオ・ルナ・アントニオ・ルナは マニラのビノンド、ウルビツトンドで七人兄弟の罰子として生まれた。父親のホアキン・ルナでサンペドロは、北イロコス州のバドック出身で、母親のロレアナは、ルナ出身のメスティーソであった。父は、政府専売商品の行商人で、兄には、マドリトに留学した画家のフアン・ルナ、医者になったホセがいる。アントニオは読み書きをマエストロ・イントンに習い、1593年に、 成立したカテキズムのドクトリナ・クリスチアナを暗記していたという。アテネオでマニラ大学に進学し、1881年に卒業した。サントトマス大学で文学、科学、薬学、フェンシング、西意用剣術を研究した。1890年に兄のファンのいるスペインへ留学し、バルセロナ大学で修士号。 マドリード・コンプルテンス大学で薬学博士号を取得した。アントニオ・ルナとデレテ、中央、ピラール。1890年、スペイン・スペインでアントニオは、在欧フィリピン人のプロパガンダ運動に参加し、ガリカのアパシブルが代表を務める雑誌、ラ・ソリダリダッドに印象を寄稿し、スペインの習慣と得意性について論じた。また、他の多くの在スペイン・フィリピン人の自由主義者と、 同様にフリーメイソンに加盟し、第3階級マスターメイソンまで昇進した。1893年には、マラリア研究の著作を発表後、スペイン政府の援助でベルギーとフランスで、研究助手を務めた。1894年、アントニオはフィリピンに帰国し、マニラ市立研究所所長となった。マニラでは、兄のフアンとフェンシング道場を開いた。 在王時代にはアントニオは他のフィリピン人留学生のようにフィリピンは独立革命よりも恩恵な改革の方が好ましいと考えていた。しかし、アンドレス・ボニファシオラの独立運動家ティブナンが1896年8月に情報をリークされると、ルナ兄弟は逮捕されホートサンチャ後に収監されると革命運動に関わるようになった。1ヶ月後、ホセリサールと アニフアンは釈放されたが、アントニオは翌1897年、スペインに国外追放され、カルセルモデロでマドリッドに収監された。アニフアンは、スペイン王妃にアントニオの釈放を嘆願するなどし、その尽力でアントニオの軍事最高法廷でも裁判は却下され、釈放された。アントニオはフィリピン独立革命の第一段階が、 ビアクナバと協定に終わったことの失敗を後悔し、アギナルドの帰りを待って合流し、第二革命を準備した。後に、リエージュ要最小校となったジェラールリマンの下で、アントニオは、ゲリラ戦や要塞戦術など軍事戦術を学んだ。香港でアントニオはアギナルドから推薦状を、フェリペア・ゴンシロから、回転式拳銃を受け取り、1898年7月に、フィリピンに帰国した。 アントニオ・ルーナ、ザ・ファイアリー・ゼネラル・アントニオは1898年8月13日、アメリカ軍がパシック側とマニラ湾に面したイントラム・ロス地区に上陸するのを目撃した。1898年6月からマニラは革命軍に完全に包囲されており、ルキアのサン・ミゲル大佐はマンダル・ヨンを制圧、ピオデル・ピラール将軍はマカティオ、マリアノ・ノリエル将軍はパラニャー家を制圧し、 グレゴリオ・デル・ピラールはサンパロックを進軍した。アントニオはフィリピン軍はイントラム・ロス地区を占領すべきだと考えたが、アギナルドはアメリカ海軍アジア方面戦隊司令官、ジョージ・デューイの忠告に注意したため、アントニオを残豪に派遣し、部隊を支持するよう命じた。アメリカ軍の占領の混乱が過ぎると、アントニオはアメリカ軍の無秩序について、 アメリカ軍将校に不平を述べるようになった。アギナルドはアントニオを1898年9月26日、軍事作戦長として巡将に任命した。アントニオは官僚としての地位を得たという気休めよりも熱気ある不幸な若者の部隊を正規軍として組織することに専念した。1898年10月には、軍事学校アカデミア、ミリタールを マロロス市内に創設し、1896年のフィリピン独立革命で活躍した軍隊の訓練を行った。ホセ・アレ・アンドリの将軍の協力もあり、また兄であるフアンは、学校の制服であるラヤデロをデザインした。アントニオは、厳しい規律を重視し、忠誠を重んじた。しかし、この学校は、米非戦争の勃発によって、活動の中断を余儀なくされた。 また、アントニオは民族意識の覚醒がフィリピン人の強化につながると考え、4ページの日刊誌新聞ラインデペンデンシアを1898年9月に刊行した。1898年12月10日にスペインとアメリカがパリ条約に調印したとき、アントニオは軍事行動のみが祖国を救済することができると確信した。 アメリカ軍の増援部隊が上陸する前にトラップを仕掛け、ルソン島北部に要塞を築くよう提言したが、フィリピン政府高官はアメリカがフィリピン独立に協力すると信じていたため、これを拒否した。1899年2月4日、フィリピン将校たちがマロロス市でアメリカの反スペイン帝国主義への攻撃が成功したことを祝して祝賀会を開いていたところ、アメリカ軍は、 バルサハイ橋付近のコンクリート製の要塞での銃撃事件に対応していた。アメリカ軍警備隊がフィリピン軍に発砲し、アメリカ軍は最初に発砲したのはフィリピン側だと主張したことから、パセイからカローカンまでの地域での戦闘マニラの戦いへと発展した。2日後、事変発生を受けて、アメリカ合衆国上院はフィリピン併合案を可決したことでアントニオが、 アギナルドらに警告していた通りの事態になった。アントニオは、アギナルドの命令で前線に急行し、3部隊を率いて、ラロマに向かい、アーサー・マッカーサー・ジュニア巡将の部隊と対峙し、戦闘は、マリキナ、カロウ艦、パコで展開した。フィリピン軍は、アメリカ軍の綿密な攻撃計画の対象となって、マニラ湾からのアメリカ海軍司令官ジョージ・デューイ識下の艦隊砲撃によって、 フィリピン側は2000人が死傷した。1899年2月7日、アントニオはマニラ地区の現場指揮官に2月4日のアメリカによる我が軍への野蛮な攻撃に対してフィリピン人を奴隷化しようとするインチキなアメリカ人に無慈悲な戦争を独立化しかアメリカ軍は飲んだくれであり泥棒であるという表現を含む命令を発した。しかしマニラ市外への砲撃は続き 放火、略奪、フィリピン人女性への強姦などがアメリカ軍によって繰り広げられた。アメリカ軍の火力の優位にもかかわらず、フィリピン軍が交戦するとは予想していなかったため、アメリカ軍関係者は大変驚き、急遽引かれた電線で、セーロンのコロンボに駐留するヘンリー・ロートン将軍に対してマニラの状況は危機的。機関艦隊が早く到着することは、 重要と伝報を打った。パンパンがお指揮した、マスカルド将軍2月23日の第二次カローカン、戦ではフィリピン軍が反撃をし、作戦は南北部隊とルナソ撃隊によって、バニラ内のサンダタハネスト、ボロメンから開始された。アントニオ指揮下で、部隊は3つに分かれ、ガルシア将軍の西部攻撃隊、ルラネラ将軍の中央攻撃隊、 ゲロニモ将軍の東部攻撃隊で編成された。しかし、各部隊は、各自元出身の隊長には忠誠を誓うものの、中央政府の命令には従順でなく、結果として、反撃作戦はすぐに崩壊した。その後アントニオはアニナルドから、作戦指揮権を強化され、カローカンからアンゲレスの戦闘では防衛戦を築き、プロビンス3には、共和国最後の司令部としてのゲリラ基地を築いた。 アメリカ軍のオブザーバーは、たくさんの竹でできた残豪が、町から町へと築かれた防衛ラインに驚いた。残豪内には、竹で、忍び返しが設置され、先端には、毒が塗られていた。1899年5月には、アントニオのアニホアキン大佐が、作戦の古い要素を警告し、また、アメリカの支配を受け入れて、実地を行う提案をしたが、アントニオは、 防衛を緩めることはしなかった。1899年6月5日、アントニオはアメリカ占領を受け入れる自治派によって射殺された。アントニオルナの軍事行動はアメリカ軍からも称賛された。フレデリック・ファンストン将軍はフィリピン共和国において有能で最も攻撃的な将軍と評価した。フランクリン・ベル将軍もフィリピン軍が持った唯一の将軍だったと評価した。 ルナを描いた1951年発行の50ペッソ札、また2020年からの運用を予定している、ホセリサール級フリゲートの2番艦にアントニオルナの名が命名された。ありがとうございます。